湘南支部で9月から9、10、11、約2ヶ月間支社のもとで、また山木君、岩崎君と共にきつい練習をやってきたということが一番、そうですね、励みになりましたし、増田君は去年の決勝でも当たってんですか、この辺のことは。いや、もう去年の借りを返すとかするんじゃなくて、もう最後に一生懸命お互いの全てを出し合ってやりましょうっていう試合前に話して決勝戦を迎えました。優勝緑健二選手。健二、第5回全世界空手道選手権大会チャンピオン、小さな巨人と呼ばれ、小翼大を制する組手を体現してきた男である。1985年第2回全日本ウエイト制大会軽量級優勝を皮切りに、緑は数々の名勝負を残してきた。体力至上主義と言われ続けてきた極真空手シーンに偉大なる革命を引き起こした男、それが緑健二なのである。湯河原、ここは緑にとって思い出深い場所である。1991年夏、世界大会に出場する日本代表選手がここに集合した。本家日本危うしという危機感に追われながら、緑たちは固い絆のもと特訓に励んだ。振り絞る汗が白い結晶に変わり、己のプライドが粉々に吹き飛ぶまで彼らは稽古に没頭した。それは緑にとってこの上もなく暑い夏の合宿だった。そしてこの日、湯河原は新緑に包まれ、春の息吹に満ちていた。全国から集まった総年部の道場生と支部長たち、彼らと共に汗を流しながら、緑は一人1年前のあの日を思い出していた。夜、緑は合宿に参加した本部内弟子たちに自らの技術やトレーニングを伝授する。布団が片付けられ、宿泊所はトレーニング場と化した。世界大会前、緑は徹底的に計算し尽くされた緻密なトレーニングを実行していた。体力に大きなハンデを有するからこそ、トレーニングにかける緑の熱意は凄まじかった。内弟子たちにとって、緑が培ってきたトレーニングに直接触れることは何よりの財産となる。彼らは必死の形相でトレーニングに没頭する。
合宿所の片隅を利用して組手技術の指導を行う。世界チャンピオンの生きたテクニックがここに蘇る。当てないでこうやって受けないからね。受け差し意識をちょっとね、ゴーンと受けて。そうですね。そう。もっと膝を買い込まないと相手の肩口に当たってしまうから。もう少し膝をぐーっと買い込んで、このスナップで切っていく。おし。よし。相手はそのまま意識がわっと、意識がここにこう来てるときにね、蹴られるとものすごい効きます。だから視線も相手の上段を蹴る視線で持ってって蹴ってね、でそこからちょろんと集団に蹴って、ちょっとスピード出して、よし、必ず意識を上段蹴るぞと持ってってこうします。上からドーンと、上からドーンと落とすような感じの蹴りをやると、わあ上段が来たと思ってそのまま手段蹴ることができます。はい、ちょっとやって、そうそう、そう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 、今のいいよ、ほら、よし、おいしそう、相手は浮かし蹴っていくのに合わせてスッと、絶対に足を踏み込んだり足を動かさない、このままでスッと来た相手は攻撃したポンと蹴ります。この技でこれでうまく当たれば、顎に入ったらね、技ありか一本取れる場合もあります。しかしこれで取れなかったにせよ、はい、来たら受けて、ちょっとこれで相手が体勢、今のように体勢が崩れます。来たらどんどん崩した、そこから崩して次の攻撃につなぐ、トントン、硬いそこまで買い込んで、買い込んで蹴るとの軸足が自分のかかとが相手に届くぐらいバーンと買い込んだ、そしたら蹴るとの軸足が必ず相手の方に向くと、それだけ腰の入る蹴りができます。軸足が返ってないと腰はなかなか入らない。軸足がスッと返るだけで腰の入りが違ってきます。はい、今みたいな感じで前足うまく使うと中に入れないんだ、おっす、ね、で蹴らなくてもパッとこうやるだけで相手がガードを上げるから、おっす、そしたらいい、パッとやってパッと次の攻撃にも入れる、おっす、蹴ってから相手が蹴ってきて蹴るんだったらもう間に合わないから、来たと思ったらもう来なくても蹴ってしまう、来なくても来てこう構えていいか、来なくてももうちょっと相手、カバーしながら蹴っていかないでしょ、やっぱりガード下がりながら蹴っていく、蹴っていくから、それに合わせて、はい、こうして、顎を狙ってくる、来たと思って、こういう技があるとなかなか中にね、病院にバン飛び込めない、今みたいな感じでちょっと振り切るからね、顔パッと出して、
下回し、もう一回、よし、同じく、トン、後ろに、来た、もう一回、トン、これはね、後ろ蹴りを、はい、まっすぐ蹴っていくと、まっすぐ蹴るとね、相手もこう横にずれて蹴ってるでしょ、横にずれて蹴ってるから、まっすぐ蹴ると、絶対当たらない。これを、はい、圧棒をポン、向こう側に蹴るような気持ち、蹴っていくと、前から相手に、はい、よし、蹴りして、はい、これに合わせて、蹴りを、ずらしていく。よし、よし、ちゃんとかかとが側頭が入るんじゃない、かかとで、ドン、蹴る。相手が、上段でも一緒よ。あなた上段蹴ってきたの、うん、上段蹴ってくる、うんうん、早くしたいけど上段が早かったらね、もうもらってしまうから、ね、だからそれはもう本当に狙って近場が、うん、または上段が来たら受けて、前足で、まあ、トーンと前足で相手を突き放して、これで、はい、受けに入って、ちょっと、うん、受けに入ったら、回すと、上段に持っていく、トントン、これでうまく入ればいいけど、これでも入らない、入らない場合は、そのまま崩して、すぐパンチにつなぎます。うわでも絶対ね、前足ポンポンと出すだけ、はい、前足で、そう、こっち来てもこっち来ても、そう、前足で止めたらね、だいたい入んないね、こう構えて、はい、蹴られてきて、ポンと、うん、こっちで蹴って、うん、こういう感じで、前足でポンポンと、相手の体勢も崩すことができる。カウンターでうまく入ったら今みたいな感じでね。ポンポンって体勢崩して倒すことができる。で、こう肩叩かれるときと足を上げて、どっちが効く？上げた方が、上げた方が効くでしょ。こうなってるとあんと筋肉締めれないから、だから下段に合わせて、はい、あんと感じです。どっち来てもいいでしょ。うん、下段蹴ってきた。それに合わせて、方向、うん、来た。あんと、こっち来てもいいでしょ。前詰めて、下段とか蹴ってみましょう。ここで合わせて、ポンポン、こうついていくと、ないと下段蹴れない。前が、この前でだとなかなか相手に耐えてしまうけど、接近する場合あるでしょ。本当に下段蹴る、ポンポン、必ず下段蹴ったらパンチを、ここでこう返して10割でダーンと上がって、もずれたら全然威力が違ってくる、ね、自分で当たって、あ、この人下段強いと思ったら、そのままで合わせてドーンってやるんじゃない、
もしかあなたをここに連れながら押す。違え、押す。こっち連れながら押す。お前、ツツツツってやるとスピードが あるから、キャラがこのまま、うん、そう。キュッ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 。向いてる構えで下段、中段、上段、蹴っていく。だから相手はね、ガードを上げるんだからね。押す。このままで。で、すぐ足がつくと同時にパンチ出して。絶対この足を踏み替えたりしない。押す。山下君がこういってるから、相手も上段と思わないね。押す。このまま、そう、こうだけでも、上体をこう前じゃなくて、ちょっと上段をパッと。蹴るぞって上段をパッと蹴るぞって上段を置けとこの中で こうやって足を動かしてるときはね呼吸をね押す整える押すうらーってあの時にあえて呼吸整えるわけにいかないから押すある意味パッと相手の気持ちをこうこういうふうな感じでかわしてで一番行くときまた緑の空手は基本的に極めて正攻法と言っていいだろう。体力のハンデをものともせず真正面から相手と打ち合う。それが緑の空手である。超人的なスピードとタイミング瞬発力がそんな緑の空手を数倍にもパワーアップさせていたのだ。相手を制するために最終的な決め手となる技術は突きである。どんなに華麗な蹴りの使い手であろうが、またどんなにパワフルな蹴りを持っていても突きの技術がなくては一流の選手とはなり得ない。その意味で緑は突きの名手と言ってもいいだろう。相手の懐に入って間合いを殺す、自らの制空間の中で打つ、相手に受けの余裕も反撃の隙も与えない。徹底的に打つことで相手の体勢を崩すのである。蹴りの弱点は相手にその間合いと軌跡を読まれやすい点にある。緑の回し蹴りは相手が想像もつかない距離から意外な軌跡を描いて飛んでくるところに大きな特徴がある。そしてそれを可能にしているのが突きからのシャープな連携技だ。まずは突きで相手を惑わせる。間髪を入れずに突きの間合いから蹴りを放つ。このように相手の意識をそらせ予想外の距離から蹴るのが緑のテクニックなのである。Oh, my God.
全日本大会当時から緑は突きからの蹴りを多用しているが、まだ蹴りの踏み込みが浅く相手に受けられることが多かった。これが数年後には見違えるほどに破壊力を増すことになる。身長に大きなハンデを持つ緑が勝機を得るためには、いかにして自分の間合いで戦うか、それに尽きると言ってもいい。緑はこれを意外なほどの成功法で乗り越えた。相手の呼吸を読み、一瞬のタイミングで相手の懐に飛び込む。ある意味では実に危険性が高い技術であるが、緑は天性の勝負感とスピードでそれを可能にした。この技術は相手の一瞬の隙を突く緑ならではのテクニックと言えるだろう。大きく踏み込んで相手の後ろ足、つまり軸足を蹴る、この技術は相手の体勢とタイミングを崩すのに大きな効果がある。相手の体に密着して蹴るため、間合いは完全に緑にコントロールされる。実戦空手とは言っても、試合に勝つためにはルールに即したテクニックを習得する必要がある。これはまさしく極真ルールの特性を利用した緑ならではのインサイドワークだ。下段蹴りなどの蹴りが大きな鍵となる極真ルールでは、互いの意識の半分以上が相手の蹴りに向けられる。緑は緊迫した間合いの中、蹴りの動作を目線で示唆することで相手の動きを完全に惑わせることに成功した。まさに心理戦においても緑はエキスパートだった。前蹴りは空手において最も基本的な技であると同時に、その応用範囲も広い。だが小さな選手にとって前蹴りを自在に使いこなすことは困難なこともまた事実である。カウンターをもらいやすく、膝でブロックもされやすい。しかし緑はそのハンデを確実に乗り越えた。蹴り足を回し蹴り的にサイドから持っていく。インパクトの瞬間、軸足を大きく返す。これによって蹴りの射程距離が飛躍的に伸びる。緑はこの蹴りをあらゆる局面で多用した。まるで映画や劇画でも見るような派手な蹴り、これこそが緑の真骨頂である。
前蹴りと相手に思わせて回し蹴りを蹴り、中段と思わせて上段を蹴る。決してノックアウトさせる技ではないが、試合を自分のペースに持っていくためにはこの上ない効果が期待できる。一瞬の呼吸で相手の側頭部を蹴る。ジャンプしながらカウンターで相手のボディを蹴る。上段を蹴る後ろ回し蹴りと中段を狙う後ろ蹴り、まさしく伝家の宝刀、緑ならではの離れ技である。回生を狙う一瞬の離れ技、それが胴回し回転蹴りである。相手のタイミングの狂いを読み、華麗に宙を舞い、番頭のごとく襲いかかり、緑は胴回し回転蹴りを自在に使いこなせる数少ない名手と言っていいだろう。1991年11月4日第5回世界大会決勝、男たちの戦いがクライマックスに達した。華麗にして壮絶な戦いのセレモニー、見る者の心を締め付ける感動のドラマ、男と男の熱い血潮が会場を駆け巡った。Yeah!
小さな天才児みどり健二は世界の頂点を制し、自らの手で極真空手の新時代を切り開いた。